ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今回は台湾旅行中に行ったいろんなカフェをまとめたので皆さんにシェアしたいと思います。これから台湾に行く人、カフェが好きな人はよかったら参考に見てください。私の動画では日本語の単語などを教えながら話しているので、日本語を勉強したい人はぜひリスニングの練習に使ってください。まず台湾旅行中最初に来たカフェ、このクジラのデザインがかわいいモノドンコーヒー。この日は台北を観光していて休憩しに来たカフェです。シンプルなデザインが素敵。私はこのグレーみたいな水色みたいな色が好きです。台北には可愛くておしゃれなカフェがたくさんあります。私はコーヒーが好きなのはもちろん、建物やデザインを見るのも好きなので、こういう場所はテンションが上がります。カフェラテを頼みました。すごく美味しかったです。私は本当に美味しいと感じた時、よくしかめっ面をします。しかめっ面はこの顔のことです。私は甘いドリンクが苦手なので、いつもブラックコーヒーかカフェラテを頼みます。カフェラテの中でも苦めのが好きで、このカフェは私の好みの味でした。最高。ここのカフェもそうなんですが、台湾のカフェって男の店員さん多くないですか？何か理由があるんですかね。この日はリホアジェという町に来ました。この辺はダダオチェンとも呼ばれています。20世紀頃から乾物、漢方薬、お茶、布などの商店が集まってきたそうで、今でも漢方や乾物、布屋さんがたくさんあります。台湾雑貨やおしゃれなカフェも集まっているので、台湾に行く人はぜひ。私はこのレトロな雰囲気が大好きです。セブンイレブンも街の雰囲気に合わせた外観になっています。この日行ったのは私の学生さんが経営しているカフェ。おしゃれ。この学生さんはデザイナーで、このカフェのデザインはもちろん他のお店のデザインも手掛けている人なんです。このカフェ、この古い街並みの中にあったデザインでとても素敵でした。チーズケーキとカフェラテを頼みました。コップのデザインもいいですね。味も美味しかった。ケーキの他にも台湾伝統の甘いお菓子なども楽しめます。ちなみにお店の名前トワトゥティアは、さっき説明した町の名前ダーダオチェンの台湾語発音だそうです。2階には生活雑貨がたくさんあります。帽子や服、食器や文房具まで。これもその学生さんがデザインしたもの。センスありすぎ。この日は台湾最終日、1日休みの日でした。でもやることがあるので、台北でカフェ巡りをしながら作業をすることにしました。この日最初に来たのは台北のゾンサンにあるカフェ、ミドルネーム。このカフェは朝9時からやっているので、この日は少し早起きをしてきました。カフェラテと朝ごはんにサンドイッチを頼みました。これも美味しかった。朝ごはんを食べて作業開始。日本語の作業は仕事をするという意味です。私はパソコンで仕事をしているので、時々カフェにパソコンを持って行ってコーヒーを飲みながら作業しています。今回この動画に出てくるカフェは全部私のようにパソコンで作業する人や
ゆっくり過ごしたい人におすすめのカフェです。台北のゾンさんはカフェがたくさんあって、カフェ巡りをするのにすごくいい場所です。カフェ巡りとは、いくつかのカフェに行くという意味です。カフェ以外にも温泉巡り、神社巡りなど、こんな風に使います。私はよく Google マップを使って、レビューやコメントを見ながら作業できそうなカフェやおしゃれなカフェを探します。皆さんはどうやって良さそうなカフェを探しますか？台湾にも亀田コーヒーがあるんですね。すごいですね。でも今回はスルー。4軒目、小道にひっそりとあるカフェ、ハオレンハオス。最初に来た時、ここかなと迷ったカフェ。隠れ家っぽくて好きです。実はこの日じゃなくて違う日にも一度来たんですが、人がたくさんいて諦めた場所なんです。この日はリベンジで来て入れました。レモンソーダを頼みました。すっきりしていて、これも美味しかった。カフェで何の作業をしているか気になりますか？あ、誰も気にならない？でも説明しますね。最近本格的に SNS や YouTube など動画に関係がある活動を始めたので、その動画をまとめたり、動画の台本を考えたりしています。この作業にまだ慣れなくて結構時間がかかるんですよ。時間をかけて作った動画、皆さん楽しんでみてくれたら嬉しいです。 YouTube 以外にも Instagram、TikTok で動画をアップしているので、よかったら見に来てください。私は家にいると携帯やベッドの誘惑に負けて集中できないので、集中したい時はカフェに行きます。カフェの雰囲気が好きなのはもちろん、他の人と一緒にいる空間の方がやる気が出るんです。あとはコーヒーのカフェイン効果。皆さんはどうですか？カフェで作業できる派？できない派？ちなみにこの派は、 A と B を選ぶならどちらがいい？ A 派？ B 派？というように使います。他にもよく使うのは、犬派、猫派、山派、海派などなど。このカフェ、もともと普通の家だった場所を改装した感じ。落ち着く雰囲気で素敵でした。ゾンサン駅から少し離れて、ライブラリー134に来ました。今回カフェ巡りをした中で、ここが一番作業に適していたカフェだと思います。周りのみんなも勉強や作業をしていました。注文は QR コードから。最近注文の仕方もたくさんあって大変ですよね。このカフェではケーキも美味しそうだったので、ブラックコーヒーとそのケーキを注文。ブラックコーヒーと甘いものの組み合わせ、最高。このケーキは日本語でミルクレープと言います。私のカフェでの注文はだいたいブラックコーヒーかカフェラテです。甘いものを食べ過ぎた時や、甘いものと一緒に何かを飲みたい時はブラックコーヒーを頼みます。バランス大事ですよね。ブラックコーヒーを飲んでいると友達に、意外だねとよく言われます。私は大学生になった頃からブラックコーヒーを飲み始めました。もともと眠い時にカフェラテなどカフェインがあるものを飲んでいたんですが、大学生の頃から甘い飲み物を避けるようになりました。はっきり覚えていないんですが、確か体型か歯のことを気にするようになったのがきっかけです。甘いもの、例えばチョコレートは好きでよく食べるんですが、甘い飲み物はなぜか抵抗があるんですよね。今でも甘い飲み物には気をつけています。この動画や前の動画で甘い飲み物が出てきているので、ちょっと矛盾していますけどね。できるだけ我慢しています。皆さんはカフェに行ったらどんな飲み物を頼みますか？
よかったらコメント欄で教えてください。これで今回の台湾カフェ巡りの動画は終わります。台湾でまた新しい場所を発見できて楽しかったです。他にもおすすめのカフェがあったらぜひ教えてください。日本や他の国でもカフェ巡りをしたいので、興味がある方はぜひチャンネル登録をして待っていてください。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。